よいしょ。はい。マリンちゃん先生の工作タイム。イエーイ。はい。ということで、マリンちゃん先生の工作タイム、金メダルを作ろうのパート4を今からやっていきたいと思います。で、パート1では、工作用紙を丸く切って、2枚重ねて、真ん中にこのようにリボンを挟むっていう工程をしました。で、パート2では、金色の折り紙ですね。金色の折り紙を貼って、金メダルの形を作りました。で、この周りがちょっと白いところがあってたので、金色のマーカーペンで塗って、綺麗にしました。はい。で、次。パート3では、これだけやったらね、もう別にこれだけでもいいんですけれども、ちょっと寂しいかなっていうふうに思いますので、ここにアンパンマンの顔をね、可愛らしく描いてみようかなと思います。して、下書きをこんな感じ、白画用紙を丸く切ったところに、もうこんな感じでね、もうまた最初から言っておきますけど、私下手くそですのでね、あんまり期待はせんといてくださいね。こんな感じで、はい、書きました。でパート4では、ここにじゃあちょっとね、色を塗る様子を少しだけ、あんまり長々と撮ってても、ね、見てる方は飽きてしまうかと思いますので、少しだけね、この色塗りをする様子を撮影していきたいと思います。じゃあちょっとここに、何やな、こんな感じで紙引いて、見づらいけど、よいしょ、ちょっと待って、やだ、一旦こっち置いといて、はい、この160色の色鉛筆ね、これをちょっと出して、はい、色を塗り何でするかというと、はい、この160色の色鉛筆、これを使ってでいきたいと思います。じゃあちょっと待ってな、よいしょ、この辺で見えるかな、何分今？ 3 分か。ほんなら、何からいこうか。じゃ、この目からいこうかな。まあ、湯気と目は、黒色ですね。お決まりのってこれ削らな。よし。はい、で、じゃあ。塗っていきましょうか。またなんかちょっとだんまりになっちゃったな。もう眠たいわっていう方はね、飛ばしていただいても結構ですのでね。ないんやねんこれとか言われそうやな、ほんまに。心ねーって感じ。
ヘッドクサなーって感じ、ほんまに。じゃあちょっと待って。そしたら、ちょっと待ってや。じゃあここは塗るとこまで撮影しよう。ほんなら。赤と、オレンジかな。あ、じゃあちょっと待って。これ、あれ描くの忘れたな。白く光ってるとこしか描く。めっちゃ短い鉛筆で、こんな感じかな。はい、なんか赤、真っ赤、このくらいの赤かな。ちょっと待ってな、ここにちょっと書いてみよう。こっちの色がもっとあるか。ちょっと待ってな、どの色やろう。ちょっとどんな色これ。見えな、どっちや。でいっかな。でいっかな、この色は。7分か。よし。とまあこんな感じで、ほんなら、ね、綺麗に塗っていきます。まだ色濡れてないから微妙かもわからんけど、はい、ちょっとね、撮影時間が黙々とやっとったら長くなってしまったので、一旦、パート4やったかな、これは、終わりにして、でパート5で、今度はこれ仕上げの工程かなを、撮影して金メダルの回を終わろうかなと思います。はい、ですので、もう一回だけね、皆さんにちょっとお付き合いいただければありがたいなと思いますので、パート4は、一旦終わります。